どうぞ。わかりました。はい。ありがとうございます。はい。タッタカラッタッタラッタラ。あ、4番。お疲れ様でした。じゃあせめて近く、はい、早い、はい、ありがとうございます。何を狙うかっすね。まあ、1人はアクロス行っとこう。アクロス、うん、行っときます。あ、行っときます。あれは最近もこっちにも行っときたいから、はい、液晶は、はい、液晶付きこの間も液晶めちゃくちゃ勧められて、液晶ついてるなんてないよ。あのクランキー抑えようとしたらもう隣隣みたいな。いや、クレアとかあるんですよ。クレアとか、クレアとあの窓巻きがあって、あ、窓で取ったら、うん、結局クランキー2000枚ちょいぐらい出てました。そうでしたっけ都合のいいことはねまあまあ何でもいいよ。あっち側だったら、あっち側だったら、うん、じゃあちょっと、なんじゃあ お任せします。液晶付き。プロのってさ、なんかゲッターとかがすごい出たりとかする時もある。あ、そうですね。あそこはどこでもチャンスある。そう。特に機種によってどこはないと思うから、はい。そう、最近ね、こっちに流れるんですよ、みんな。こっち側、こっちの列。で、僕はこっち。バーサスが抑えられてる。いや、もうこれはリベンジ窓か。液晶がいいんでしょ石井さんが、あ、ハミスターある。え、どうしよう。ただ僕ちょっと思ったんですよ、ここ2回連続出てないことがあんまない、2、3回連続出てないことはないですよ。だから本当に今日いい可能性があるんで、まずこっち、ちょっとマリルド、ナイスバーディー。よし、3月でございますけれども、あのね、残念なお知らせがあります。はい、今月まで1回も勝ってないんです。まあ今日6日だけど、まあ6日、うん、で、この僕は割とその流れっていうのは大事にするんですけど、はい、まあまあね、こういうなんか、うん、そうで、今日は乗り食いされるんじゃないかと思って戦々恐々してます。今月初の勝利を僕がマイナスで、うん、後ろさんプラスで散らかしてくんじゃねえかって。それでいいじゃん先月は逆だったんだから、ね、はい、そうだ。ただその時にうわって思ってしまう僕が正直いるんです。で、お前に俺嘘がつきたくないからって前も言ったけど、はい、まあまあね、俺いっぱい勝って、うん、お前のために今日頑張るわと、はい、思ってもないことをお前にやっぱそれは俺は言えないの、先輩ですけど何こいつ本当にちょっとグーで疲れてもおかしくねえなっていうぐらいのことを言っている自覚はあるんです。ただまあこの今この1ヶ月の流れからすると、はい、今日は勝ってマリブに乗り食われる番だと。僕もね、割とずっといいんですよ、調子は。大負けがなく来てるんで、はい、多分勝ち勝ちで、下手すれば3000枚でいきますよ、はい、いいね、そういうの先やってないから。そうですね、派手な実践ね。そう、2人で5000枚みたいなのを1回やろ、はい、なんか最低でも8500枚とかなんか言ってた時ありましたけど、そういうんじゃなくリアルに、ね、リアルに今日5000枚ぐらいの、はい、A タイプで2人で5000枚勝つ動画っていう、もう単純なものになりますけど、いや、ね、後ろさん2000枚ぐらいですか。毎日はどうでしょう。だから2500まではあるよ、うんうん、じゃあ今日の目標はでかく合わせて5000枚、5000枚これでいきましょう。じゃあそろそろジムの整備をしたい。牛尾さん目標何キロでしたっけ。ね、表示で71か1台だとは思うんだよね。どうぞ。ただ服がちょっとね、あ、昼間だから、全然ですけどただこれ洋服2キロあるからそう、天下一武道会じゃないんだからそのなんか重りで5トンみたいな、ほんと口ばっかりっすよね僕77っすよ、表示で77、はい、もう見てる人がっかりっすよ。やってやれよ。じゃあもう俺の形ちょっとくれ。俺がね、ちょっと説得力っていうの数字で見せてやりますよ。え、おい、太っ
ってんじゃない。お前なんて言った77キロ台77。あれここ半年で一番太って5キロはねえぞ。ちょっとカメラ前外してみる。それ多分300グラムぐらいあるんですよ。時計も外してそれで500グラムは多分変わったと思うんだよな。ほら80くらい。あ、じゃあ実際80ぐらいか。まあしてもこういう一人待ちさ、はい、結婚式とかあったんですよ。じゃあしょうがない。体重をこう減らしていくっていうのを楽しみにしてくれてる人たちを裏切ってしまったっていうところで、もう本当出し方僕らにはパチスロで出すことぐらいしかできないっていう動画を今日は。だからまあ1日5000万、まあ、だから昼間爆勝ちして終わりとしましょうか。だから昼までにとりあえず1000万円通過しとこう。そうですね、前半折り返してこんな感じで、はい、1000万円となります。やろうかちょっと迷ったファミスタはもう当たってますね、ビッグが、ただ、まあ、自分のね狙いたいということで窓から打っていきたいと思います。はい、ということでマイジャグ3なんですけど、あのね、あ、当たった、1000円。ほら昨日と同じだ、また1000円。あ、いいよ。ただ朝ね、人知れずね、俺右の台とこの台どっち打とうかすごい迷ったの。右の台がねもう化け3ついてんだよね。136ゲームで0-3。いや俺ちょっと嫌な予感したけど、でもまあいいや、うん、これならいいや。マイジャグ3が6台でしょ、2台はねあると思うんだ最低。いい時は3台反応するから、今んとこそうだな、分かんないねまだね。ただ俺の右隣がまあ一歩リードなら間違いない。馬券2連はまあいいけど、3連はやっぱね、ちょっとこの朝の回転まだ20分の段階にって考えたら、まあ強いよね。ああすげえ、ファミスタ大連チャンですが、こっちも負けじと65ゲーム、チャンス目引いた次ゲームですね。はい、いただきました。投資が3000円ですね。だそうです。さあビッグボーナス終了時のセリフ注目ですね、とりあえず最初のビッグはチャンスリップ、うん、チャンス目の B からの青青赤とちょっと設定差あるやつでした。ベタなやつでしたね。まあまあまあ、とりあえずワンビッグと。私もキムくんママと一緒にお酒飲んでみたいな。あんた、おお。あんたは何が狙いなのさ。ジャックチェリプレイときて赤7、気持ちいいですね。なんとなくで狙ってズバンと早いっすよ。24ゲーム朝24ゲームビッグの後99ゲームバケで、まあまあいい立ち上がりなんですけど、右が1-3、その右が2-2、いいんだよね。並んで3台いいとかまあ、なくはないけど、3台もし並んでんだとしたら前台まであるんじゃないかっていうね、そんな気がする。いやー右の2台に、ね、追いつけ追い越せな格好でちょっとしばらくやりたい ね。この持ち玉でもうちょい走ってもらいたいよね。これ飲まれちゃうともう昨日と同じっていうかで、追加投資してまた飲まれてみたいなのをね、あの繰り返し、あれやっぱ良くねえんだよな。で昨日なんかそこへ持ってレギュラーがちょっと走っちゃったもんだから、結局やめるにやめられないでね、ずるずる粘っちゃって、
ね、結果マイナスで折り返す羽目になったんで、いやちょっと、ね、1台で粘ってなんぼなんだけど、多少昨日の反省も生かしながらね、あんまり深追いしすぎないように。さあビッグ2回引いてはちょっとはまって、強チェリーから発展系です。もしかしたら特殊ビッグかもしれんという。あ、赤同色でした。強チェリーから、すいません、ただの目立ち下がり屋みたいになっちゃった。陸中のセリフは今1が1回と4が1回、もう1回1が出るとちょっと6とか厳しいのかなっていう。君にならその資格がある。本当にそれを望むなら5だ。一応1から3で 6.25%、 しごろで 12.5%、 2倍の設定差があるところ。あ、じゃあもうちょい粘れるな。はい、まあちょっと早いかなと思うけど、マイジャグスリー一応6000円のとこでね、やめました。まあ最近ね、あんまそういう移動の仕方しなかったんだけど、まあ右2台がやっぱ非常に反応がいいというところで、で、うん、前代っぽい雰囲気でもなかったからね、まあ分かんないけど、とりあえず300ちょいハマったとこで A に移動。はい、3台目、朝8ゲームビッグで、なんでか分かんないけど143ゲームでやめられた台。ちょっとね、 AE がちょっと見えてくるまでにだいぶ時間かかりそうな雰囲気だったん で立ち上がり微妙な台がちょっと目立ってるんですよね。でまあ、E 台の反応が悪いというのもあると思うんだけど、ね、立ち上がり、ね、こせてでも反応してくんないと中途半端にはまってさ、はたから見たら、ね、予想できないじゃないっていう台が今朝は多い雰囲気。時間経つと見えてくるんだけどね。いろいろありまして、子役もろもろちょっと厳しいんじゃないかなと。ビッグ中にいいボイスは出たんですけれども、あんまり粘れないかなっていう感じで、合算も悪くなってきちゃったんで、埋まりきる前に、お昼前にね、やっぱ掘れるとこ掘っとこうということでクレアですね。この間、先月ぐらいに寝台として入ったのかな。で、結構やっぱ寝台とかも使うんで、攻めてみようかなと思った次第です。0-0-0から打っていきたいと思います。積極的に行き過ぎたね。やっぱね、ジャグラーやっぱ移動しちゃダメだわ。4台目でね、まあ、今ちょっと回ってる状態から打ち始めて、この台的には4000入れるとこで化け101ゲームなんですけど、だから1,2,3,4台目19000入れてほしい。もうやばいよ。あー、よかった。74持ち玉。いや、もう今ね、一番大事なのは腰で据えることなんで、うん、これはこれでいいよ。うん、ただまあこの台を打ち切れるような格好にさえなれば、またね、ちょっと1万9000投資加算になってるけど、まあね、まだ時間も十分あるし、まあ全然まだなんとかなると思うんだけど、だからこのままね、レギュラーが晴れてくれればね、とりあえず辞める理由はなくなりますんで。はい、83持ち玉。ここはビッグがいいです。ここはビッグがいいです。いや、221ゲーム、
歴史が動きました。挟んでこの目からのドゥルンベルココっていうね、久しぶりのボーナスです。結局ねクレアがダメで、移動してきての221ゲームでございます。いや長かった、長かったよ。投資が1万2000円でございます。まだなんとかなる、後ろさん次第かもしれないけど。さっきまで打ってた台が2の2のとこまではまあ順調だったんだけど、何ゲームだあれ307ゲームハマって全ノマルで、今この台に移ったんですけど440ゲームで負け3回っていうとこからスタート。619ゲームで0の4、619ゲームで0の4、まあ伸びしろは確かにあるよ、伸びしろはあると思うんだけど、もうそんな悠長なこと言ってらんないからね。24か、3万円。だって隣がこんな出てんだもん。確かにめっちゃ出てる隣が。隣でこんなことされたら出ねえよ。3、え？僕は順調です。僕は順調だと思います。ちょっとね、牛尾さんの方見に行かんかったらよかったっていうね、若干の後悔はあります。どうなってくるかだよな。正直これが吹いてくれて、まあ、設定がどうかは分かりませんが、1000枚、2000枚の波を作ってくれたとして、今日マイナスの可能性があるっていうね。来た、188ゲーム。飲まれた分が帰ってきたぐらいですかね。いや先生がねちょっとだからもう6の日、いわゆるこの収録ある日、もうちょっと体が休みって思ってんじゃねえかなぐらい最近引きが振るってないですよね。始まった臭い。確かに3万4000は使った、3万4000は使ったけど始まった臭いよ。ピッタンコ100、7だぞ、7、はい、7、はい、7回目の黒です。先ほど始まったというようなことを言いましたけど、始まってませんでした。1483ゲームで1の7。いやーおじさんつらい。まだ一応追加投資はしてないですけど、もう出玉も風前の灯火です。もうあと100枚ぐらいかな。何なんだろうね、引けてる時と引けてない時と何が違うんだろう。いや何も違わないんだよ。まあそのレバーを叩くタイミングはね、それは
毎日毎日違うんだけど、やってることは一緒なんだよね。朝2人で5000枚を目標にと言いましたけども、残り30分ちょい。一つ言えることは、5000枚は無理です。はい、追加1000円。いや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 、全部で3号だね。75。あー、よしよし、全然よしじゃねえけど、まあとりあえずもうこれで追加投資はなくなりましたね。え、最後に一花咲かせらんないかね。もうここまで来たら1000枚流せりゃもう上等だよ。53、もう全部ビッグ、全部ビッグだよ。よしよしよし。さあ残り時間ちょろっとだけファミスタの方をね、触ってみたいと思います。うまいこと連チャンつながればプラスにもなるかなと。お、来た。一試合をやりたかったんですよ。お、ツーベース以上出れば当たりと。これが通常回り、逆回りとかもありますもんね。おー、ホームラン打った。あー、バケット。さあ、バケ後は、チャンリップを引くまで RT が続きますよと。リップリップベルが、一回引く権利があるというかね、まあ、要はそこで当たれば連チャンするし、当たらなくてもまあ引くまではコイン減らずにできますよと。逆にこれ引いちゃうと終わりなんで、ごめんなさい、カメラ当たっちゃった。引いちゃうと終わりなんで、この10ゲームで終わりと。揃え、あー残念と。これで揃わず終了。あら、チャンス。お、あ、これでものすごく切りがいいことに、これでプラスですね。よかったよかった。はい、止まれてないです。なんでやめてんすか、っていうかなんでやめてんすか。だからあとマリブ500枚出してもらえる。ああ、あの終わるとことかも取ってないっつってぼやいてましたよ。終わりー、ダメでしたねー。あと500枚出せて、残り5ゲームの時に牛尾さんに言われましたけど、無理でございます。終わります。とりあえず終始の方は、僕はプラスでございますということでエンディングです。お疲れ様でした。悪気はなかったんです。いやいやいや、あの最後の頑張りといいますかね、全くその映せない時にやめちゃったから、最後の展開があんまり伝わってないかもしれないですけど、相当踏ん張りましたよね。一回一応言っときますと、はい、投資が1645枚、はい、で回収が930枚なんで、うん、715枚マイナスおという感じです。1000枚、あ、1000枚ピーク時で、そうで、ちょっと回して、あ、なるほどなるほど、あ、こらえましたね。ただ最悪の事態は一応回避できて、で流した時に、あ、これもしかしたら今日勝てんのかなと思って、はいはいはい、見に行ったんですよ。ですよね、はい、正直あの、まあ、ずっと見に行ってなかった、はい、最後まあ見に行って、やっぱじゃ思ったことは何かって言ったら、はい、あんま出してねえなこいつこれは軽く行きますよ、大先輩ですけど軽く右は行きますよ。途中1000枚持ってるって言ってたから、はいはいはい、1000枚ぐらいは行ったんですけど、うん、まあちょっとクランキーが重くなっちゃって、うん、でそれで、まあ、最後ファミスタ
試合一試合か二試合やって終わろうかなってところでボーナス2回引けたんで、はい、それでプラス収支になったというような感じです、はい、投資の方がですね564枚で回収がこちらでございます。767枚ということでプラス203あーって。いやでもね本当危なかったよ、5万負けとか俺あったから。いやありえました、だって僕も飲まれんのあったんで、うん、2人で5万負けとか見えるところから、あるいはそれ以上まであったよ、はい。いや、朝一5000枚出しますとか言って、あのね、安心されよ、はい、途中で目標は下降修正しました。4枚目が入った時に、5000枚はありませんって言ったんですよ。まあまあ、これで一応2連敗になっちゃいましたって、はい、マリブさんね、はい、次ちょっとちゃんとやらないと、はい、もう言ったら、来月はもう4月ですか、はい、新年度ですから来月最終回になっちゃう。またがず何言ってんだお前、右でもね。こんなお花畑みたいな企画を本当にね、なくしてたまるかよお前。この番組、はい、もうどんだけ続いてるか分かります？分かんないです。もう1年もう1年以上続いてるんですよ、はい、1年前と何キロ落ちたって話ですよ。あ、ナイスバディが、ええ、あ、もう1年経った、もう経ったんですよ。早いな。まあ、なんかこれを言っちゃうとあれなんですけど、ちゃぶ台的な感じになっちゃうと思うんですけど、数字じゃ測れないこう筋肉のキレみたいなところが、いや、俺もね、お前見てて、はい、日々なんかやっぱその辺はやっぱこう、はい、出てきてるな。本当だから体重計とかじゃなくてロッククライミングのタイムとかだったらめちゃくちゃ上がってると思うんですよ。あ、その可能性はあるね、はい、ついては来てるからね、はい、っていうところがちょっと伝わりづらかったっていう、あの僕のミスなんですけど、それはちょっとやっぱもっとキレとかを伝えていかなきゃいけない。でもただそれをやっぱ伝えていくのがディレクターだったり編集だったりの仕事なんじゃねえの。責任をこうたらい回しして今最終的に全部押し付けて全部俺に来たら多分来月で最終回とか。ああ、わかりました。バルスって言ってもらう。タレ回しにしてこうバルスって言ってもらう。まあまあ、とりあえず来月が平成最後の収録なんで、はいはい、優秀の美を飾りましょうと。優秀の美を飾ろう。終わりよければ全て良しでございますので、はい、感じで次平成最後のナイスバディ、はい、リストもご期待という感じで今回この辺でお開きにします。またお会いしましょう。さよなら。